こんばんは、マサ464プレイヤーです。今回は、フォアプロアプリのバトルスタジアムトーナメントの続きをやっていきたいと思います。まあ、勝てばいいっていうところでね、どんどん勝っていこうと。もう勝ち進むごとに入るポイントが上がる。でまだ俺一回も入賞しないんだよね。まあ、しかも、トーナメントで途中でスタミナ、チケットが切れても、その3回戦で切れたとしたら、準決勝から始められることができるっていうことかね。めっちゃ打たれとるな。1回戦で負けると悲しいならんね。まだ引っ掛けない。カットボールだからさ、手元でスッと曲がるね。絶頂きた。最速1点でいい。分かってた。しかも回った。本当に148キロのさ、落ちる球があったらさ、打ってねえよ。マシンに当てる。リニー。よし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 。ノーアウト。第9、投げました。もう、慎重に攻めてきます。カウントは1ボール、1ストライクです。よし、まずかった1回戦。1回戦で、今度危ない戦わせてどうすんだって話で。2回戦行ってみましょう。土手に当たった感じ。ハームか。当たりが早かった。
初めて USB 使うよ。え、マジ。え、調子悪いな、相当。投げた。いや、もう一回投げた。悲しい。さあ、3回戦行きましょう。やばいよ、やばいよ。1番ショート、やばいよ、やばいよ。やべえよ。フィッティングファストボール。さあ次の投球、投げた。レフトへの当たり、フェンス直撃。ボールは強がって高校チーム早くも先制。1-0。高校チーム、やべ、もう一個ファール。投げました。え、何やってるん。あ、よかった、やったんだ。高校チーム追加点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で2番、今日はセカンドゴロと。あ、スラーブ、やっぱりうちの方がスラーブ。スラーブステーキングがマストボール。投げました。マジか、マジか。バッター追い込まれました。スマホ落ちるか。第3球を投げました。ちょっと待って、ここは行くようになりました。投げました。もうカウント2ボール2ストライクです。肩越しにランナー見た。投げました。もうアウトローへ、ボールカウント3ボール2ストライク。ずるいな、今ホームラン。ずるいホームランだろ、なんか。ちょっと待った。これさ。高校チーム、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー、二塁という場面で、2番、今日2打点を挙げています。ずるいホームラン。第9投げた。落ちや掴んだ。上田取ってアウト。試合終了。準決勝。一番ってこのギリギリだな。さあ、くっつきすぎてるよ。名門、いや強え名門、さすがだ。高校チーム、ここはなんとかを打ちたい。ツーアウトランナー2塁という場面で古田投げた。初球は、え、なに雑魚。第2球投げた。逆に打ち抜かれ、打ち抜くよ。ピッチャー Z ってネタなの？なんだよ、このチーム。
日本語じゃねえのかよ。打てねえのかよ、しかも。どういうことだよ。投げた、抜けた、ボールは中継、ヒットを放ちました。高校チーム、何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー一塁という場面で一郎投げました。左中間のフライ、センター取りました。試合終了です。高校チーム敗れました。